どうしよう。みんな声出せるかな。大丈夫かな。最後に声援ありで公演した時もいたんですよ。チーム E のその SK フェスティバル公演が最後のコールあり公演だったんですよ。2年半前ぐらいの。もうそこから聞いてないから。やばそう。頑張ります。どんな気持ちになるんだろうね。限らずだけど、このステージの上でリハしてる時もそうだけど、今日今何を行われてどこに気持ちを向けておくべきなのかって一本軸を作っとくと、多分デート散りとかがあんまなくなると思うから、今日もその時間があるからのんびりじゃなくて、時間あるけど常にモニターで今どういう状態かなっていうのをステージの状態を確認しておくことを大事にしてくださいね。はい、はい、ではつなぎながら公演いくぞ。SKE48 手をつなげながら公演にご来場いただき誠にありがとうございます。本日の公演は声出し可能公演試験的実施となっております。限定的ではありますが、楽曲中のみ声を出しての応援をいただければと思います。 MC 中は声を出すことができないため、拍手やペンライトで盛り上げていただければと思います。最初のオーバーチャーから声が出せるということなので、もう最初からめちゃめちゃ盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に楽しい公演にしていきましょう。まもなく開演です。失礼します。行ってきます。SKE48!
事前にご案内があったかもしれないんですけど、うん、換気タイムを挟ませていただきたいと思います、はい、はい、一旦ちょっと皆さんには換気のお時間ということで、はい、声は出さずに静かにお待ちいただけたらなと思います、はい、それでは一旦メンバーはドローさせていただきます。お願いします。はい、本当にまた声を皆さんの声援を聞きながら公演ができるのかと、ここまでなんていうか2年半ぶりに皆さんの声援を聞けて、本当にこの声が聞きたかったんだなと思いました。今日まで待っていてくれた皆さん本当にありがとうございました。私も心から願ってるから、いっぱい愛を受けてね、これからもね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ったね。いつもの半分になってたんですけど、全然それを感じさせないような大きさだった。300人の時の声に負けないくらい大きくてびっくりしました。あとやっぱ須田さんのコールがすごかったですね。はい、めっちゃ幸せでした。 SK のファンからこう SK になった身としては、こう血が好きだったコールがまた聞けたことがすごい嬉しくて、今日アイドルってこれだよなって、なんかすごい感じしみました。